はい、ご視聴ありがとうございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしておりますけれどもね、冒頭ご覧いただきました大吉木の季節がね、来ているんですかね。昨日ねちょっとこう堤防を歩いておりますと大吉木の鳴き声が聞こえたのでね、撮影できなかったので今日はねちょっとこう出かけてみたんですけれどもね、ちょっと先が明けましてねちょっと山の方へもね、出かけております。何やったんって言ってますけどね、これ何やろ。青地だったと思いますね。よく似たマヒワという野鳥をね見かけたことがあるのでね、どっちかなということで思っていたんですがね、青地であったと思います。ちょっとね今日出かけた時間帯がね朝早くてねこのような状態でした。そしてね結構気温がね昨晩もそうだったんですが低かったですね。山にお出かけの際はね十分ご注意ください。結構吐く息がねうっすらとこう白くなるぐらいのね、それぐらいの気温だったのでね。そしてねこの鳴き声がね、近いけどね結構高いところに行ったのはいいんですがね、皆さん気をつけてくださいね。山はね降りる時の方が怖いのでね、そして道なき道はね決して行かないようにね。霧が深いね、まあ、このように霧も深くてね、慣れないところというのは非常に危険ですのでね、こういった時にね癒してくれるのはこの目白でしてね、山に出かけた時にね結構あちこち行った時にもこの目白だけはね結構こう困った時に助けてくれるというのかな、そういった存在でもありますね。ちょっと雪が出てきたね。でも気をつけないとね降りる時の声がね、木がね倒れている、ひょっとするとこれはね最近よく見るナラ枯れかもしれないね。もう君だけいるよ、ね、キビタキがねここで出会えるとは思えなかったんですけど、まあ運よくと言いますかね出会えたんですがね、まあ一瞬でしたけれどもね。これはキビタキじゃない？キビタキだよね。リアルだね。お、なんだこれ。いろいろね鳴き声は聞こえてくるんですけれどもね、姿は見えずというところでございます。私が今回歩いておりますのはね一応こう森林公園というね
名前がついている場所ではありますけれどもね、皆さん山はね舐めないようにしてくださいね。いかれた。こう登るときにはね、まっすぐ道なりに登ってきてね、帰るときもね、その通り道なりに降りればいいと思っていたらね、全然違う方向へ降りていたりというようなことがねありますのでね、私も何回かね怖い目にね遭ったことがありますのでね、スマホを持ってるから大丈夫とかねいうことがあるかもしれませんがね。あ、こちらは小雨びたきだったのかな。これ結構キビタキのメスがねなんか似てるっていうことも聞いたことあるんですがね、この北播磨にもねネットがつながらないようなエリアもありますんでね、GPS あるから大丈夫とかね思わない方がいいと思いますよ。このチャンネルの動画を見てね、当たりをつけてね、山にねお出かけされる方があるかもしれませんけどね、十分ご注意くださいね。でそしてね、昨日撮影できなかった大ヨシキリはね、ちょっとはぐらいはいるのかなと思って出かけたらね、結構もう大合唱に近いようなね形になっておりましてね、初めはねちょっとこう警戒していたのか遠巻きにね、近づきながらも逃げられるような状態であったんですがね、しばらくちょっと動かずにね様子を見ておりますと、このようにね結構分かりやすいところで、鳴いて、くれましたね。撮影をさせてくれたんですけれどもね、この大ヨシキリと言いますと昨シーズンのね6月頃のイメージが非常に強くてね、大ヨシキリばっかりねその頃はね撮影していたような記憶があるんですけれどもね、なぜ6月かと言いますとね、7月になった途端に何か急にね聞こえなくなったんですよね。このまあどちらかというとけたたましいと言った方がいいぐらいのこのねよく聞こえる鳴き声がね、ですから6月のイメージがね強くてね、どうやら4月の後半ぐらいから鳴いていたんじゃないかなというねお話も伺いましたのでね、結構早く来ているのかもしれないですね。昨シーズンも私がね初めてねこのオオヨシキリという鳥居の存在を知ったんですけれどもね、一度聞いたら記憶に残るようなね鳴き声で、私は結構ね、好きなんですけれどもね、このオオヨシキリの鳴き声がね、ということで今回はね山と川にね両方を出かけてみたということでございます。そして今回はねこのオオヨシキリを撮影できたということなんですがね、このオオヨシキリのね最後この今日の長回しということでね、鳴き声といいますかね、お聞きいただきながら、姿をね見ていただきながらということになるんですが、この実はオオヨシキリがねいる場所というのもね、このチャンネルではたびたびお話をしているんですけれども、防災上はね、堆積土砂がある場所ということになりますので、ひょっとするとね先々においてはねこの場所もね除去されてしまう可能性もあるように思います。この私が歩いている河川ではね、複数箇所でね堆積土砂の除去工事がね大規模に行われておりますのでね、防災上はね、非常に私どもはね、河川の近くに住んでいる者にとりましてはね、助かるわけなんですけれども、野鳥たちにとってはね、ちょっと、不便なことに、ね、なるかもしれないですけれどもね、この
大屋敷ではこのようにね、河川というかこのような、まあ名前にもありますようにヨシというかな、そういった植物のある場所によく生息しているんではないかなと思うんですけれどもね、まあ、この場所もね、昨シーズンもたくさんの、大ヨシキリがいた場所ですのでね、やはりこう、特定の場所というのかな、そういった場所を好んでいるのかもしれませんのでね、ちょっとこういった場所が失われるとちょっと寂しいことになってしまうのかもしれませんけどもね、ちょっと今後もね、最低気にも注目してね、観察を続けたいと思います。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。